はいどうもこんにちは。今回はマッシュルよりラブキュートちゃんを作っていくぜ。ラブちゃんといえばマギアルプスの一人で、とある名台詞が有名よね。女の子は、生まれた時からお姫様なの。可愛いって褒められてめでられて尽くされるべきなの。それができない男は、死んでいいの。っていう台詞だよな。この考えはラブちゃんがラブちゃんの、お父さんから聞いたものらしいわね。ラブちゃんパパのラブちゃんへの愛が伝わるよな。しかも、ラブちゃんは生まれた時からじゃなくて、女の子は生まれた時からなのが紳士って感じがしていいわよね。ってことで、黒目選手入場。今回はアニメの画像を見ながら作ったので、なるべく原作に近づくように頑張ってみたぜ。キャラを自分のものにしすぎないことって大事よね。ちょうどいい範囲で自分なりにアレンジするのはいいと思うが、自分要素が強すぎると何のキャラかわかんない。わかんない？ガーン、なんてことになりかねないから、そこは、いい感じのバランスにしたいよな。ってことでお目目が完成したので、お顔の仕上げに入るわ。お顔の仕上げって初めて言ったんだけど、私が言うときは、主にチークとか眉毛のことを指してるぜ。ってことで前髪を作っていくわ。ラブちゃんは私たちから見て左で前髪を分けていて、右側に前髪が集中しているんだよな。そんで、横髪は結構長いのよね。毎度のごとく、横髪が長いとまっすぐうまく作るのが難しくて、未だにコツつかめてないんだよな。横髪が長いキャラ多いし、早くなんとかしてコツつかみたいんだけどね。まあそのうち多分つかめるだろ、多分な。めちゃくちゃ似てきとうね。そういえばラブちゃんは黒一種で髪を結んでいるんだよな。ピンクと黒は相性いいし可愛いわよね。あとめちゃくちゃ似合ってる。だよな。ってことでいよいよ仕上げに入っていくわ。まずは肌の影からだな。今回は割とささっと終わったわよね。ってことでお次は前髪の影を作っていくぜ。ラブちゃんは前髪を分けているっていうのもあって、髪の毛の流れを意識しやすかったわ。流れがどうなってるか考えながら作ると、ちゃんと自然な仕上がりになっていいよな。そうそう、ちなみに生え際がどこかとか考えるとわかりやすいわ。なるほどな、つむじや分け目の位置はキャラによって違うもんな。ってことで影付けは大体できたのでツヤを作るわ。今回は、普段全然しないツヤの付け方してるな。そうなのよ、この傷みたいなパーツが意外にもちょうどよくてね。確かに、束感、出るし良さげだな。ちょっと影が物足りなかったので付け足してるわね。ここで手を抜かずしっかり追加するのって大事だよな。ちなみに今回もなんと最後の最後まであざ忘れてました。いい加減にしろよほんと。お披露目タイム。ってことでラブちゃん、完成です。お顔も髪の毛も可愛くできてると思うぜ。そうね、でもいい加減あざを忘れそうになる癖直したいわね。ほんとそれはそうだよな。ちょっとずつ忘れないように意識するしかないわね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。